中学受験のリスタート、たかしです。今日は浮力の4回目、手で押し沈めるタイプの問題をやってみようと思います。教材は概要欄に貼り付けてあります。使ってみてください。じゃあ、始めるよ。さあ、今日扱う問題っていうのはこんな問題です。今、水槽に物体が浮かんでるんだけど、これをね、指でこうやってむぎゅっと押して沈めます。こういうタイプの問題を扱おうと思っています。で、このタイプの問題、苦手にしてる子が結構多いんだよね。で、その原因の一つだと先生が思ってるのは、この手だと思います。こういうね、人間の体が問題に出てくると、正答率がガタって落ちるんだよ。なので、この手の問題で先生のおすすめの考え方はこれです。これをね、手じゃなくて、重りに変えてしまいます。そして、手で押さえてる力っていうのは、この重りの重さっていう風に置き換えて考えた方がシンプルに考えることができます。じゃあ、実際の問題やってみましょう。重さが 120g の直方体の木があります。もちろんこれ水に浮かんでるんだけど、この時全体の4分の1が水の上に出てるっていうことになっています。じゃあこの木を全部水に沈めるために何 g の力で押せばいいですかっていう問題だ。さあ、まず左の図からわかることを考えていきましょう。浮力の問題は、この物体に働く浮力を最初に考えることになります。今この物体に浮力何 g 働いてるのかな？そうだよね。この木、浮かんでるわけだから、浮かんでる時は重さイコール浮力っていうことが言えます。つまり 120g の木だから、浮力も 120g っていうことになるわけ。そして、この浮力から次にアルキメデスの原理が使えます。浮力イコール水面下の体積っていうことになる。つまり、下の部分の体積が120立方センチっていうことが言えるわけだ。さあ、そうするとね、これ全体の体積求まるよね。上に出てる部分が全体の4分の1なんだから、下に沈んでる部分は全体の4分の3っていうことになります。120÷4分の3で全体の体積が160立方センチっていうのがわかるわけだ。さあ、じゃあ肝心の右側の図に行きましょう。この手で押さえてるっていうのは、重りに置き換えて考えるとうまくいくよって言ったはずです。さあ、そうすると、右側の図で今働いている浮力は何グラムですかっていうことだ。そう、これは水面下の体積がわかるよね。全体がちょうど水に沈んでるわけだから、全体の体積160立方センチっていうのが水面下の体積です。ということは、浮力も160グラム働いているっていうことになるわけ。するとこの浮力から、そう。これ浮かんでるんだから、浮力イコール物体の重さです。つまり、これ全体の重さが 160g っていうことになります。そうすると、この手で押さえてる力っていうのは、この重りの重さっていうことなんだよね。この全体のうち、下の物体の重さが 120g だから、上に乗ってる重りの重さは 160-120、40g っていうことになるわけだ。もう一問、ちょっと難しい問題もやってみましょう。これぐらいになってくるとね、なんかいっぱい数字がごちゃごちゃ問題文に出てきてるから、ここの数字はね、図に書き込んでおいた方が解きやすいです。やってみよっか。まず、ビーカーに入ってるのは、密度が 1.2g の食塩水が入っています。メモしとこうね。で、この時に台はかりが 1000g を示してるっていうこと。つまり、ビーカーと塩水の重さの合計が 1000g っていうことが分かっています。これに立方体の木を入れると、重さは 100g です。そして、一辺が5センチの立方体っていうことは、5×5×5 で体積は125立方センチっていうことも分かっています。これぐらいの計算はね、最初にやっちゃってメモった方が解きやすいです。そして、これを指で押して食塩水の中に完全に沈めています。この時に台はかりが何グラムを示しますかっていうことです。ここに出てくる目盛りを知りたいよっていうことなんだ。で、さっきも言いました。この指で押さえてるっていうのがね、みんな考えにくいところだから、この指で押さえた力は重りに変えておきましょう。さあ、こうやって考えていくんだけど、このね、浮力の問題でね、台はかりが出てくる問題っていうのは、実はね、正答率がすごく低くなります。きっとみんなこんな感じになるんだろうね。これどうやってやったらいいんだろう。浮力がいくらでどうでもこのってなるんだと思うんだけど、
これね、実は考え方はめちゃくちゃ簡単です。前の動画で物体を上からバネ測り、下から台測りで支えるっていう問題はしょっちゅう出てくるよっていう話をしたよね。この時にバネ測りと台測りの目盛りを足せば乗ってるものの重さになるっていうことを言ったはずだ。じゃあさ、今回のパターンはバネ測りないんだよね。ということは、ここに乗ってるものの重さが台測りに全てかかってるっていうことじゃん。つまり、この場合も一緒です。ここに乗ってるものの重さを出せば、ここの台測りの目盛りを出したのと一緒っていうことになるわけだ。これ、意外と間違える人多いから気をつけてください。さあ、じゃあ、ここに乗ってるものの重さを出したいんだよね。さあ、じゃあ最初どうやって考えるんだったっけ？そう、これは浮力の問題なんだから、この物体にかかる浮力を求めるっていうことになります。さあ、浮力いくらなんだ？そうだよね。これは水面下の体積がわかります。125立方センチの木が全部沈んでるわけだ。ただし今回は食塩水だからね。浮力っていうのは液面下の体積×液体の密度っていうことになります。つまり浮力っていうのは 125×1.2 の 150g っていうことになるわけ。じゃあこの浮力から次に何がわかるのかっていうことなんだけど、これも今浮かんでるんだよね。浮かんでるっていうことは、浮力イコール物体の重さっていうことになります。つまり、ここ全体の重さが 150g っていうことになります。さあ、もうこれで答え出たの分かった。今、台はかりにかかってる力っていうのは、この乗ってる全体の重さっていうことになります。すると、食塩水とビーカーで 1000g。ここに入れた物体全体の重さが 150g っていうことだから、この2つを足します。答えは 1150g っていうことになるわけだ。では、まとめます。手で押し下げるタイプの問題。これは手のままで考えると混乱しがちです。手で押さえる力分の重りを乗せているっていうふうに考え直した方がシンプルに考えることができます。では、今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。Thank you.